こんにちは。魔女の解体新書引き続きお届けしてまいります。魔女の解体新書では開発チームがベヨネッタ3の作品に込めた情熱をファンに向けて発信するコンテンツです。それでは早速ご覧ください。エンツォ、今日の天気予報はどうだったっけ？ああ、見りゃわかるだろう。雲一つなくパーッと晴れて最高の野球日和だぜ。それがどういう意味かわかるか？せっかく手に入れた開幕戦のチケットがお前に連れ回されてパーになった最低の日ってことだよ。ああ、お前何そっぽ向いてやがる。これを手に入れるのにどれだけ苦労したと思ってんだよ。くーの、うわー、トト、おい、いきなり何しやがる。うわもう散々だぜ。大体な、お前人と会うって言ってたじゃねえか。それがなんだよ。買い物だ、公園だ、今度は海が見えるところだ。はあ、さては待ち合わせ場所を忘れちまったんだろ。ちょっ、うわあ、私に任せてくれ。あんたに？冗談でしょ。頼む。混沌の歯車はあんたじゃなきゃ見つけられないし。それに、あいつは。あいつは？私の。大切な人に似てるんだ。あの男はね、いい加減で間が抜けてて、いつも危ない目に遭うんだけれど、悪運だけは強くて毎回平気な顔して帰ってくる。心配しても無駄よ。けれど彼がもし無事に戻らなかったら、地獄でも天国でも迎えに行ってもらうわよ。マミ、この忌々しい化け物ごと私を貫きなさい。本当退屈させない男ね。最後にあなたと立つのも悪くないわね。俺の隣は君のための特等席だからな。あの子は死なせない。あの子こそ大切な真実の語り手だ。
makes the night a dream that could not end. Encompass me with open arms, a home.